やりにくくなるのか検証していきたいと思います。さあどんな状況でしょうか。3つ汗をかく状況があります。じゃあなぜ僕は問題なくコンタクトジャグリングができているんでしょうか。緊張した時にかく手足の汗は○○○○○のためにある。今日は汗の話です。まあ、どうでもいいことなんですけど、この汗の話の動画を作ろうと思った時に、学生時代によくエレベーターにいた変な人を思い出しました。その人とよくエレベーターで一緒になったんですけど、なんか脇をこう手でこすって、いや何やって上着着てたら多分こうしてたわ。こうして脇を手でかいて、で、こう匂いを嗅ぐっていう。なんかこう、汗の匂いを確かめてたんですかね。なんかわかんないですけど。なんかそのエレベーター、その狭いエレベーターという空間の中でそれをやられたんで、なんとも言えない気持ちになりました。っていうどうでも話でした。はい、本題です。ポイントに書いていただいたんですけれども、僕、水晶玉を使うときや、練習のとき手汗で滑るので、どうしたら滑らないか教えてください。というコメントをいただきました。僕自身の今までの経験を考えてみると、なんか、あんまり汗で滑ってちょっともう技全然できひんっていう記憶があんまりないんですよね。むしろ汗でこう、なんか、グリップ力、握る力がアップしてるような感じがするんですよね。でたまに雨の中で大道芸することもあるんですけど、その時はむしろがっつり掴めて落とす気がしなくなる感じがしました。気になったんで、もうなんか汗、そもそも汗って何ってなってきて、汗についてちょっと調べてみました。で汗はどういう時にかくのでしょうかっていう話で、大きく分けて3つ汗をかく時があります。さあどんな状況でしょうか。3つ汗をかく状況があります。まず1つ目、体温が上昇した時。2つ目、辛いものを食べた時。3つ目、緊張した時。この3つです。まず体温が上昇した時に汗をかくのは、体温を一定に保つためですね。まあこれみんな知ってますよね。水が蒸発して水蒸気に変わる時に体の熱を奪って体温を保ってくれるんですね。水が蒸発して水蒸気に変わる時に体の熱を奪ってくれると。だから、夏の暑い日とか、運動して、筋肉が熱くなった時とかに、大量に汗をかくんですね。哺乳類の中でも人間とか馬とかは、特に大量の汗をかくことができて、おかげで、この長距離マラソンなんかが可能だったりします。この体温調節のための汗を、温熱性発汗と言われていて、全身から出ます。じゃあ次2つ目、辛いものを食べた時に汗をかいたことって皆さんありますよね。まあ、僕は台湾混ぜそばが大好きなんですけど、まあ、汗をかくほど辛いっていうのはちょっとまあ嫌いですね。辛い食べ物で汗をかく理由はまだ正確には分かってないらしいんですけど、辛さによる口の中の温度上昇を脳が勘違いして冷却しようとしているという説があります。この汗を味覚性発汗と呼ぶそうです。じゃあ次3つ目。手に汗握ると聞いて、どんな状況を思い浮かべるでしょうか。なんか大事なプレゼンをするとき、説教されてるときとか、大失敗をしたときとか、スポーツやゲームで大事な場面とか、いろいろあると思うんですけど、要はなんか緊張状態ですよね。冷や汗っていう言葉もありますよね。これも同じ、このタイプの汗ですね。こういうときの汗を、精神性発汗と呼ぶそうです。じゃあ何のためにこの機能が哺乳類に備わってるんでしょうか。実は精神性発汗は他の汗と違って手足と脇にしかかかないそうです。ちょっとじゃあなんか進化の過程でなぜこういう汗をかくようになったのかっていうのを考えてほしいんですけど、野生動物、まあ、僕ら人間もね、大昔は野生で生活してたわけじゃないですか。じゃあ野生動物が緊張状態になるのはどういう時でしょうか。敵に襲われた時ですよね。危険な状態ですよね。猿とかをね、想像してもらうと分かりやすいかもしれないんですけど、敵に襲われたら即座に木登りして逃げようとしますよね。その時に手足にグリップ力、掴む力が高まってた方がいいですよね。手足の汗は、まあ、例えば猿だったら木登りをする時の滑り止めの役割を果たすことができます。例えばなんかスーパーの袋がなかなかめくれなくて困ることがあると思うんですけど、指を濡らすと簡単に開きますよね。本のページをめくるとか、なんかお札を数えるのに指をやめてペラペラめくってるおっさんとかおばはんとかいますよね。あれです。
この時に使われている原理を簡単に説明すると、指紋の溝、この指紋ですね、指紋の溝に水が入って、その水の表面張力によって触れるものが弓に引き寄せられるっていうことが起こってるんですね。で、この表面張力が高まるためには、このなるべく溝が多い方がいいんですね。溝が多くて、この水の面がたくさんできる方がいいですね。水面がたくさんできる方が良くて、この指紋のおかげで本のページもめくりやすいし、スーパーの袋もまあちょっと濡らすだけでシュッてやったらめくれるしっていうことが起こるんですね。だからまあこういう技とか、あとこういう技とか、これ汗っかきの方が実はやりやすいんじゃないかっていう話ですね。だから汗をかいても大丈夫って言いたいところなんですけど、これは指先を使う系の技に限られるかもしれないです。本来濡れてるとこっていうのはまあ滑りやすいわけですよね。雨の日は自転車だったりとか車のブレーキが効きにくかったりしますよね。だから腕を転がす系の技とかは滑りやすかったりするかもしれないです。まあ、腕には指紋のような溝がなくて表面張力が働きにくいってことですね。でも僕は汗っかきなんで、夏の暑い日とかめちゃくちゃ滑りやすくなってしまいそうですよね。じゃあなぜ僕は問題なくコンタクトジャグリングができているんでしょうか。答えはジャケットを着ているからですね。腕の上を転がすときに汗をかいていてもかいていなくても、まあ、同じ状態、まあ、濡れててもね、これジャケットが汗を吸い取ってくれるんですね。だから同じ状態でコンタクトジャグリングをすることができるっていうことです。もともとジャケットを着てたのは、まあ、かっこいいからっていう理由だったんですけども、まあ、実はこんなところでも貢献をしてくれていたっていうことですね。で、まあ、初心者の方のためにちょっと補足をしておくと、ジャケットの方がちょっと転がす感覚っていうのがちょっとつかみにくいかもしれないです。なんで技を覚える段階では、あの半袖の T シャツの方がやりやすいかもしれないです。この腕を転がす感覚っていうのが直接肌に球が触れた方がつかみやすいです。じゃあ最後に、がっつり濡れた状態だとやりにくくなるのか検証していきたいと思います。やってみて思ったのが、思ったより勢いがつきます。なので例えばこう転がしていってブレーキをかけるときに、思ってる以上にゆっくりと転がすよう意識するっていうことと、ブレーキをしっかりとかけるっていうこと、これを意識しないとつるんといってしまう可能性があります。なんか腕の上で結構つるんといってしまうのかなと思ったんですけど、意外とこの指先の、これまあクレイドルっていうんですけど、このクレイドルのところで結構つるんといく感じがしました。なのでここでこのクレイドルのこのポーズの時に、持ってるよりこう指を反らせるような感じを意識した方がいいかもしれないです。なるべく、まあ、僕これぐらいしかいかないんですけど、反るように意識するとしっかりと止まってくれると思います。まあさすがにここまでびしょ濡れでやることはないと思うんですけども、まあでも意外とできました。寒いっす。もう一回シャワー浴びます。